二十は日本の9人組女性アイドルグループである。日本のソニーミュージックと韓国の JYP エンターテインメントによる日韓合同のグローバルオーディションプロジェクト二次プロジェクトパート2の最終順位上1級名から結成された。グループ名は二次プロジェクトの二次とメンバーやファンを表す U に由来しており、二十という意味を含んでいる。 プロデューサーの j y パークはメンバーに対して人は一人では成功できない。みんなにはお互いが必要でファンが必要であると語っている。ファンクラブ名は w i ズで20を支えてくれるファンの皆さんと一緒に世界へ向けて活動していくという思いが込められている。6月26日、2次プロジェクトの最終回でメンバー9人が決定し20結成。6月30日、 デジタルミニアルバム Make You Happy の日刊同時リリースによりプレデビュー。翌7月1日には全世界でリリースされた。7月3日 Make You Happy が国内音楽配信サイトにおけるシングルアルバムランキング1位の合算で64巻。メガボルトは2000万回再生突破。7月16日には 世界各国の音楽配信サイトで計109巻を達成したことが報じられ、メガボルトは5000万回再生を突破。8月31日には公開から2ヶ月で1億回再生を突破。12月31日深夜には公開から半年で2億回再生を突破した。9月12日、日本テレビ系列、ザ・ミュージック・デイジンはなぜ歌うのか で、音楽番組に初出演し、韓国からの中継で、メイク U-Happy をテレビ初歌唱。10月23日、メンバーのミーヒが体調不良により当面の活動休止を発表。10月27日、日本テレビ系列、スッキリに生出演し、メイク U-Happy を披露。日本のテレビ番組のスタジオへ初登場した。10月30日、 MTV ビデオミュージックアワーズジャパン2020の最優秀ダンスビデオ賞をメイク・ユー・ハッピーで受賞した。11月20日、第62回日本レコード大賞の各賞が発表され特別賞を受賞。12月2日、ファーストシングルステップ &A ステップをリリースし、正式デビュー。12月9日、ヤフー検索大賞2020の パーソンカテゴリーアイドル部門を受賞。12月20日、ミーヒの活動再開が発表され、12月25日放送のテレビ朝日系列音楽番組、ミュージックステーションウルトラスーパーライブ2020で復帰した。12月31日、NHK 総合第71回 NHK 紅白歌合戦に初出場。女性グループではデビューから、 史上最速での紅白出場となった。2月4日、ファッションブランド H&M のアジアアンバサダーに就任。2月10日、ソフトバンクとコンテンツ配信サービスコー j ラボによる新プロジェクト20ラボコラボリリース。4月7日、セカンドシングルテイク A ピクチャーポッピンシャキンをリリース。グループ初の両 A 面シングルとなる。7月5日、 ファーストデジタルシングル、スーパーサマーをリリース。9月19日、千葉、ZOZO マリンスタジアムで開催された、スーパーソニック2021に出演。初の有観客でのライブパフォーマンスを披露した。11月24日、ファーストアルバム、YOU をリリース予定。ありがとうございます。